原数分裂の過程、配偶子形成の際には染色体数を半分にする、つまり複層から単層に変化させる原数分裂が起こります。今回は原数分裂で何が起こっているのかを見ていきましょう。原数分裂の概要。原数分裂は体細胞分裂と比較して覚えましょう。体細胞分裂を起こす時の細胞周期は G1 期、S 期、G2 期、M 期の順で進行します。このうち主に S 期と M 期で染色体に変化が見られます。 S 期では染色体の倍化が起こり、 M 期では倍化した染色体の分離が起こります。核層を確認すると、分裂前は相同染色体が見られるので複層、分裂後も相同染色体が見られるので複層となります。原数分裂ではどのような染色体の変化が見られるのでしょう。原数分裂の前には体細胞分裂と同様 G1 期、 S 期、 G2 期が見られ、 S 期では染色体の倍化が起こっています。その後2回の連続した分裂が見られます。1回目の分裂を第1分裂、2回目の分裂を第2分裂と言います。第1分裂では相同染色体の分離が起こり、第2分裂では S 期で倍化した染色体の分離が起こります。核層を確認しましょう。分裂前は核内に相同染色体が見られるので複層、第1分裂の後は核内に相同染色体が見られないので単層に変わっています。続く第2分裂の後も相同染色体が見られないので単層です。このように見ると、第1分裂は核層が変化するという点において原数分裂特有の過程であると言えるのに対して、第2分裂は倍化した染色体の分離が起こる、つまり核層を変えないという点において体細胞分裂と類似した過程であると言えます。では詳しく分裂の過程を学んでいきましょう。原数分裂の過程。 DNA の複製が終わった G2 期から見てみましょう。原数分裂の第1分裂も第2分裂も体細胞分裂と同様に、染色体の状態によって前期、中期、後期、周期の4つに分けられます。第1分裂において、前期では染色体が凝縮し始め、相同染色体同士がくっつきます。中期ではこのくっついた相同染色体が防水体の赤道面に並びます。後期ではそれぞれの相同染色体が防水体の両極へ移動します。周期では凝集していた染色体が再び分散します。続く第2分裂では、前期で染色体は凝縮し、中期で赤道面に並び、後期で倍化した染色体のそれぞれが両極へ移動し、周期で再び分散し、最終的に4つの娘細胞が形成されます。最後に原数分裂特有の第1分裂における染色体の挙動を詳しく見てみましょう。原数分裂第1分裂。原数分裂の最も特徴的な過程は第1分裂の前期で見られるものです。第1分裂の前期では相同染色体同士がくっつきます。このくっつく現象を対合といい、対合でできるこの構造を二価染色体といいます。不思議なことに、ここでは染色体の一部が交換される現象が起こります。これを乗り換えといいます。中期から後期でそれぞれが防水紙によって引っ張られることで染色体が切れ、両親の染色体が混ざったキメラの染色体が形成されます。この乗り換えによって娘細胞、つまり配偶子ではこれまで存在していなかった新しい染色体が生じます。まとめましょう。ポイント。染色体に遺伝子が存在しているので、乗り換えによって父母由来の染色体が混じり、新しい組み合わせの遺伝子を持つ染色体が形成されます。これは子孫を多様化させる仕組みです。さあ、生物の多様性を高める仕組みが出てきました。多様性が生じる要因に、このセクションでは生物が多様化する仕組みを考えていました。前回までの学びと今回分かったことをまとめましょう。ある DNA 上に A1 と B1 という遺伝子が存在していたとします。この時 DNA のバリエーションは1つです。この DNA がただ複製して増加するだけではバリエーションの増加は起こりません。ここからバリエーションが増加するには突然変異が起こる必要があります。例えば遺伝子 A1 の突然変異で遺伝子 A2 が生じたり、遺伝子 B1 の突然変異で遺伝子 B2 が生じたりすることでバリエーションが増加します。この例では DNA のバリエーションが3つに増加しています。今回学んだ原数分裂の乗り換えというイベントでは、
DNA 上の遺伝子の組み合わせを変えられることが分かりました。例えば A にと B にを持った DNA が混ざると A に B にという新しい組み合わせの DNA ができ、バリエーションは4つとさらに多様化しています。まとめると、生物が多様化する要因の2つ目は DNA 上の遺伝子の組み合わせの変化です。はい、今回は以上です。この動画が良かったら